7月11日、ロサンゼルス・ドジャースは、ボビー・ミラー投手を不調のため、マイナー降格とすることを発表しました。代わりに、リッキー・バナスコ投手を昇格させました。25歳の、ボビー・ミラーは、7月10日の、フィラデルフィア・フィリーズ戦で不調でした。この試合で、ミラーは4イニングしか投げられず、10安打9失点を喫し、今季2敗目を記録しました。試合後、ミラーは、すべてがうまくいかなかったと、落胆の表情を見せました。 今シーズン、彼は7試合に登板し、1勝2敗、防御率8.07という成績を残しています。現在、ドジャースは、タイラー・グラスノーと、山本・義信を含む、3人の主力投手が、故障者リスト入りしているため、状況は非常に厳しいです。これにより、オールスター戦前に、チームは大きな挑戦に直面しています。主要な投手を失ったことで、ドジャースは、自身の力を維持し、ランキングを保持する方法を見つける必要があります。 ミラーをマイナー降格させる決定は、彼の不調な試合の後に行われ、投手陣の安定を図るためのものです。リッキー・バナスコが昇格され、彼は自身の能力を証明し、ドジャースがこの困難な時期を乗り越えるのを助ける機会を得ます。ボビー・ミラーをマイナー降格させる決定は、ドジャースの厳しい状況を反映するだけでなく、チームの最適な解決策を見つけるという、経営陣の決意も示しています。投手陣の人事変更は、 各試合で最良の投手を確保するための必要な措置です。どれだけ速球を投げても変化球でストライクを取れなければこのリーグでの勝負は難しいでしょう。ミラーが変化球を投げるとき彼の手は緩みがちでストライクを取るのが難しいです。彼はまだ若いのでチームメイトのストーンから変化球の投げ方を学びさらに鍛えるべきです。グラスノーはオールスター休暇中の休養かもしれないので大きな問題ではありませんが山本の不在は本当に大きな損失です。 開幕戦と彼が負傷した日を除けば、山本は各試合で平均約6イニングを投げ、リリーフ投手の負担を軽減していました。しかし、ミラーとビューラーが予想外の大敗を喫しました。最近の6試合で、ミラーは平均4イニング未満で26失点、ビューラーは5イニング未満で18失点し、両者とも役割を果たせませんでした。これにより、リリーフ投手の過度な使用が生じ、運が悪ければ、投手陣全体に深刻な問題が発生する可能性があります。 多くの年配の投手がいるため、何らかのトラブルが発生しても不思議ではありません。彼らの負傷リスクは他のチームよりも高いかもしれません。中堅守の補強についての話もありますが、現在の最優先事項は確実にリリーフ投手の補強です。今年のミラーの最初の登板は良かったが、おそらくそれは打者が春の初めにまだ仕上がっていなかったからでしょう。その後の6試合では、 彼は無失点で抑えることがなく、常に失点しており、彼の能力が不十分であることを示しています。昨日の試合を見ましたが、彼はコントロールができていませんでした。直球は全て真ん中に集まり、打ちやすいボールになっていました。彼は低めや内外角のコントロールができませんでした。本来なら、この状態で投げさせるべきではありませんが、チームには先発投手が十分いないため、他に選択肢がありませんでした。おそらく、今年のミラーのシーズンは終わったのでしょう。 ミラーは復帰が早すぎたようです。手術後の人体の回復には時間がかかります。彼は来シーズンにしか復帰できないかもしれません。しかし、連続する負傷で、彼が今後もプレーできるかどうかは疑問です。現在、チームは地区代表として確実なように見えますが、さらに進むのは難しいでしょう。昨年、チームはワイルドカードチームに敗れ、3試合連続で敗退しました。主に、主力投手の不調が原因です。 大谷が加入しても状況が変わらなければ進展するのは難しいでしょう。GM が補強はないと言ってもそれは楽観的すぎるでしょう。補強がなければワールドシリーズに進むのは非常に難しいでしょう。ミラーがボールのコントロールと質を向上させて復帰することを期待しています。怪我以来ミラーは良い結果を出せずパフォーマンスも印象的ではありませんでした。彼はまだ若く怪我がなければ違った結果になっていたかもしれません。彼が15日間などの短期目標を立てずに 完全に準備が整うまで、しっかりと調整することを願っています。実際、昨日のパフォーマンスでは、マイナー降格は避けられないものでした。しかし、オールスター休暇が近づいているため、15日後に再登板すれば、投手のスケジュールをほぼ維持することができます。したがって、ミラーを降格させて調整し、リリーフ投手を昇格させることは、投手陣の負担を軽減するための、適切な決定です。この6試合の最終日は、ブルペンゲームになるため、ミラーをロースターから外すことは、 投手陣の消耗を減らすために避けられない措置です。ミラーは現在調子が悪いです。彼がマイナーで調整する選択肢があることは、ドジャースと彼自身にとって幸運です。限られた選択肢の中で、彼はオールスター休暇後、すぐには戻ってこないでしょう。ドジャースは少なくとも一人の新しい先発投手を探す必要があります。投手の補強はカーショーと山本の状況によります。さらに、ドジャースの先発投手の状況は本当に厳しくなっています。 ストーンやパクストンに何かが起こると、チームは非常に危険な状況に陥ります。今日、先発投手のストーンは、試合開始直後に、シュワーバーにホームランを打たれました。相手チームは強すぎて、ドジャースには勝利する要素が少なすぎます。大谷がヒットと盗塁を成功させても、得点には繋がりませんでした。ドジャースは、チーム強化に多額の資金を投じましたが、特に山本の連続する怪我によって、コスト効果が低下しました。 投資に見合う価値があるのは大谷だけですが、彼がポストシーズンでどのように活躍するかを見守る必要があります。ドジャースがポストシーズンで失敗すれば確実に厳しい批判を受けるでしょう。いずれにせよ、今年のシーズンはドジャースにとって厳しい時期です。チームは多くの重要な選手の怪我に大きな問題を抱えています。打者陣ではマックス・マンシー、ムーキー・ベッツ、ジェイソン・ヘイワードが怪我で離脱しています。 投手陣も山本、ビューラー、カーショーが怪我で試合に出られません。特に、投手ローテーションで重要な役割を果たす、タイラー・グラスノーも、怪我で離脱しました。アメリカのスポーツニュースサイト、アウトキックの記者、イアン・ミラーは、ドジャースの状況について、今シーズンのドジャースは、トップスターたちによって、無敵のチームであるべきだったとコメントしています。しかし、オールスター休暇前に、彼らはかつてない困難に直面しています。 主要選手の多くが怪我をしているため、ドジャースは残りのシーズンでのパフォーマンスを維持し、良い成績を確保するために、迅速な解決策を見つける必要があります。リリーフ投手と若手選手は、より重要な役割を担い、チームの経営陣は、不足しているポジションを埋めるために、新しい選手との契約を検討する必要があります。以前、クレイトン・カーショーは、チーム唯一の主力投手でした。グラスノー、山本、ウィーラーは、シーズンとプレイオフを完走した経験がありませんが、 将来のエース候補として期待されていました。しかし、現在の緊急事態では、全員が怪我をして、試合に出られません。投手の補強に加えて、ムーキーベッツをライトに戻して、負担を軽減することも必要です。そのため、複数のポジションでプレーできる、ユーティリティ内野手の補強も必要です。移籍期限が迫っているが、チームが適切な補強を行い、失速せず、プレイオフに備えることを期待しています。現在は、おそらく最も困難な時期です。 シーズン後半に戦力を取り戻せれば、チームは完全にクレイオフに進出できると信じています。幸いなことに、シーズン中盤の困難を乗り越えれば、シーズン終盤の強力な反撃が期待できます。しかし、チームが戦力不足に陥っても、大谷のリハビリスケジュールを早めることは避けるべきです。大谷が段階的に回復し、来シーズンの投打での本格復帰に向けて、準備が整うことを望んでいます。 多くの選手が怪我をしているにもかかわらず、チームが主位を保っていることは素晴らしいと思います。これは若手選手が自身の能力を発揮し、証明する機会です。主力選手が戻ってきた時、彼らはポジションを維持するために戦わなければならず、要求を満たさなければ交代されるでしょう。移籍期限が近づく中、主力選手の補強でチームはさらに強くなると思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。 他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。